ビラスタンモアヤ戦ビラスタンモアヤ戦ビラスタンモアヤ戦は、太平洋戦争中の1943年、昭和18年3月5日に、ソロモン群島ニュージョージア諸島で正規した海戦のこと。ビラスタンモアヤ戦は、太平洋戦争中盤の1943年、昭和18年3月5日、深夜。 連合軍記録によっては3月6日に正規した夜間水上戦闘。同年2月初旬の結合作戦、ガダルカナル撤退後、日本軍はソロモン軍島中部に位置するニュージョージア諸島を新防衛戦と定め、第8連合特別陸戦隊、司令官大田実少将を配置して、コロンバガラ島やニュージョージア島の防備を強化していた。3月初旬、第八艦隊の命令により、 駆逐艦ムラ村雨と峰雲はニュージョージア島新飛行場建設を支援するためコロンバンガラ島への輸送を実施する。この召艦隊をコロンバンガラ島への艦砲射撃を起としたアメリカ海軍の巡洋艦部隊が襲撃し、クラワンにてレーダーを活用した夜間水上戦闘を仕掛ける。日本側駆逐艦2隻は一方的な攻撃を受けて沈没した。 ビラスタンモアヤ船の海船名はアメリカ側による故障で日本側では一方的な廃船であるためか海船名は付されていないとする。ウィキペディア英文版での故障はブラケット水道海船となっている。ブラケット水道とはコロンバン柄島と南隣の,の間にある水路の名称であるが戦闘自体はブラケット水道の東口、クラワンに接した海域で行われた。また、 戦士研究家のサミュエル・モリソンも自身の編集による戦士、通称モリソン戦士で、この戦闘はジジ・クラワンの大合戦と呼ばれるが、公式の名称はふともされていないと記している。ガダル・カナル島の戦いも終末期に差し掛かった1942年11月末、アメリカ軍はニュージョージア島のムンダに日本軍が新たな飛行場を建設中であることを知る。 ムンダとガダルカナル島の距離は175マイル、約280キロメートルで、ガダルカナル島再奪還やアメリカ軍の進撃を妨害するには好敵地であった。冷戦のガダルカナル島上空での行動時間は大幅に伸び、爆撃機も従来以上の量の爆弾を搭載して、ガダルカナル島を爆撃することも可能となる。当然、アメリカ軍からしてみれば、ムンダの基地が本格稼働し、 コロンバンガラ島の飛行場も使用可能となった暁月には相当な脅威となる厄介な存在と判断されていた。実際には日本軍がムンダでの飛行場を1000メートル戦闘機30収容円退建設に乗り出したのは12月初頭からで第一機工事は12月14日に終わった。ところが劣悪な衛星状態と連合軍の猛攻により進出した冷戦24機は 全滅状態となって、軍ダから撤収した。また、コロンバンガラ島南部でも陸軍により12月下旬から飛行場建設を開始したが、海軍設営隊を乗せた南海丸が来撃されて、ラバウルに引き返し、飛行場の完成が遅れることになった。1943年、昭和18年に入るや、イナヤアメリカ軍南太平洋部隊司令官、ウィリアム・ハルゼ大将は、 水上部隊にムンダとコロンバンガラ島への艦砲射撃を繰り返し行わせ、同時に爆撃や航空機による機雷投下も行った。すなわち、1月4日にはエーンスワース少将の軽巡洋艦3隻と駆逐艦2隻によってムンダへの砲撃が、1月23日にはエーンスワース少将の軽巡2隻と駆逐4隻でコロンバンガラ島への砲撃がそれぞれ行われ、十分な打撃を与えた。 とはいえ、圧倒的な力をかけるには、アメリカ軍の戦力は十分とは言えなかった。ガダルカナル島攻防戦に勝利すると、ハルゼー対象指揮下の南太平洋方面部隊は、ガトウと対岸のフロリダ諸島に有力基地を建設し、さらに、ラッセル諸島に飛行場を建設して、中部ソロモン諸島への圧を強めていった。2月初旬、日本軍は、 結合作戦によりガダルカナル島から撤収し、南東方面においては引き続き東部ニューギニアと中部ソロモン諸島の両方面で連合軍と対峙していた。日本軍は新たな共闘法を強固なものにすべく入場ジア島の防備強化を起とし、ムンダに新飛行場の建設を開始、中部ソロモン諸島行きの東京急行をガトー撤収以前から送り込んでいた。この時期、 北部ソロモン諸島の防備は日本陸軍、中部ソロモン諸島の防備は日本海軍の担当である。日本海軍において南東方面全般を担任するのは南東方面艦隊、前年12月24日新編、第11航空艦隊、南東方面艦隊司令長官兼任と第8艦隊であり、中部ソロモンに配置されていた海軍部隊は第8艦隊霊下の 第8連合特別陸戦隊、司令官太田実海軍少将であった。第8連合特別陸戦隊は、もともとガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場を重砲で制圧するため、前年11月15日に新編された部隊で、人員は軍艦や輸送船で、銃器材は水上規模艦日清や特設巡洋艦万国岸等により、12月下旬までに、 ラバウルに集結した。問題は、ニューブリテン島のラバウルからニュージョージア諸島、ニュージョージア島、コロンバンガラ島までの輸送であった。基地航空部隊の例千0 1, 円後で、ショートランド白地からコロンバンガラ白地まで移動し夜間に揚陸。そこから、ムンダ、ニュージョージア島までは、大発動で物資を運ぶ。だが2月27日に重宝を運搬中の、霧川丸。 3836トンが空襲で撃沈され、これ以降の戦団輸送は断念された。結局、中部ソロモンでも、駆逐艦輸送、ネズミ輸送に頼らざるを得なくなった。2月下旬、第四水雷戦隊、司令官、高間艦少将,将、機関、ながらに所属する、白露型駆逐艦村雨、第二駆逐隊小族と、浅潮型駆逐艦峰雲、 第9駆逐大小族は、南東方面部隊、略号、NTB、指揮官、草勝友一南東方面艦隊司令長官機下の、外南洋部隊、略号、SNB、指揮官、三河軍一第八艦隊司令長官に編入された。3月2日、村雨と、峰雲は、ラバウルに進出した。二隻は3月3日、第2、第51師団を送り込む。 第81号作戦の用道として、コロンバンガラ島方面を行動し、ビスマルク海海戦で、第51師団を乗せた、輸送船団が壊滅した批法を受け、外南洋部隊、第8艦隊は17時5分に、ラバウルへの帰還を加齢した。だが、ラバウル入港直前に、村雨が座礁事故を起こし、離床して、ラバウルに帰還したのは3月4日の夜明け前のことだった。 この日は、ビスマルク海海戦沈没艦船の生存者を乗せた、駆逐艦裏波と初雪がラバウルに帰着した日でも、あった。同日16時、村メとミネグムは、補給物資として米入りのドラム缶や弾薬などを、積載して、ラバウルから出撃しコロンバンガラ島へと向かった。また、村メとミネグムは、この輸送作戦が終われば、部員からラバウルへ、 航空部隊基地員140名と物資を輸送する任務も与えられていた。一方、アメリカ軍もコロンバンガラ島を砲撃のためこの日艦隊を出撃させていた。当時、ムンダ及びコロンバンガラ島を砲撃するアメリカ艦隊には二つの任務部隊があった。一つは、ボールデン・エル・エーンスワース少将の第67任務部隊、機関、ホノルル。もう一つが、 アーロン・エスメリル少将の第68任務部隊、機関モントピリアであった。この2つの任務部隊は交代で夜間にムーンダとコロンバンガラ島へ接近し、艦砲射撃のご即座に退却して基地に帰島するというパターンを繰り返した。また、ガダルカナル島をめぐる海戦に登場した臨時編成の任務部隊とは違い、野戦を得意としていた日本艦隊によりよく対抗できるよう、 レーダーに関する知識を学び、常にまとまって、訓練と行動を繰り返した結果、禁制が取れた部隊となっていた。ハルゼ税大将は課題報告された、前回の砲撃結果に基づき、再度の攻撃のためメリルを出撃させた。メリル少将の第68任務部隊は、エスピリトサントを出撃し、ザスロットと呼ばれたニュージョージア海峡をひたすら北上する。 この入場時や海峡突入時から、ブラックキャットの異名を持つ、夜間紹介仕様のプビー、カタリナ3機が、第68任務部隊の毎時警戒配備についた。なお、第68任務部隊の軽巡洋艦軍のうち、コロンビアは、修理を行う必要があったため作戦から除外された。村雨と、ミネグモは3月5日8時30分に、部員沖に到着した。 村雨では、第二駆逐隊司令、立花の正尾大佐、駆逐艦長種ヶ島用二小皿艦の幹部が第一、根拠地帯司令部を訪問したり、村雨に乗り組んだ海軍兵学校71機の候補生が、ショートランドの水路見学に出かけたりした。また村雨はここでさらに米を積むよう命じられていたが、米は官邸に積んでいて、すぐには出せず、関面法を100箱積むこととなった。 16時、村雨とミネグムは部員沖を出撃し、コロンバンガラ島へ向かった。村雨とミネグムはベララベラ島東方からベラワントブラケット水道を通過し、予定より30分遅れの21時30分にデビル島白地に到着した。直ちに6隻から7隻ほどの大発が陸上から出てきて、揚陸作業を行う。 大発軍を指揮した第八連合特別陸戦隊の副艦は食料や弾薬を大発に直接積み込んでほしいと要望したが出港時間を遅らせれば空襲を受けやすくなることもあり上等手段だったドラム艦を海中に放り込んで陸上側がこれを回収する方法でものを揚陸させた一時間後にはすべての作業が終了した村雨とミネグムは コロンバンガラ島の東岸沿いを北上して、部員への木戸に着く。この出行の際、村雨と峰雲の艦首が潮と風の流れで西側に向いていたので、そのまま往路と同じコースを引き返すことも考えられたが、ニュージョージア海峡に出たら、部員、ショートランドまでは一直線であるということもあって、東向きに回答した上で、コロンバンガラ島の東岸沿いを北上するルートが取られたのである。 ミネグモは一旦北向きに更新してから東向きに回答し、村雨の後に続いた。だが、村雨とミネグモの動きはすでに、ガダルカナル島の通信隊によって20時30分頃に探知の後通報されており、また、ブラックキャット機のうちの一機が白地に侵入する村雨とミネグモを探知してた。第68任務部隊は22時過ぎに、クラワンに入り、 戦闘配置を例して、単獣人、速力20ノットの体制で、南西方向に進む。22時57分、ウォーラーのレーダーは、ブラックキャット機が探知したものとし目標を探知し、やがて、島が動いているとのレーダー員の報告により、目標が2つあることが分かった。ウォーラーは23時1分に魚雷を発射。これに続いて、巡洋艦軍もレーダー射撃を開始した。 モントピリアの元上院ジェームズ・ジェ・フェイーは、モントピリアが最初に砲撃を開始し、最初に6インチ砲弾を命中させたと主張する。フェイーはまた、第68任務部隊の砲撃の様子は、船という船がぶっぱなす7月4日の独立記念日、みたいだったと回想している。第68任務部隊が戦闘を開始した23時、震度0度で21ノットの速力で北上を、 続けていた村雨が、皇族の峰雲の姿を確認して間もなく、入場寺野の方向に先行を目撃する。その先行について、村雨の種ヶ島駆逐艦長は、今光だろうと言ったが、立花の指令は、いや、味方の陸上砲台が撃ったのかもしれないという。村雨法術長の鹿山誉れ隊員が、当たりもしないのに、陸上砲台が撃つとはと思った次の瞬間。 再び先行が走り、前後して、左舷後方200メートルぐらいのところに、水柱が立ち、メの船体が振動した。峰雲は水中に遮られて、姿が見えず、色めきだったメは戦闘配置を例して、対空戦闘に備えた。種ヶ島によれば、見張り兵は砲弾を、エンジン排気炎と誤認し、敵飛行右80度より、接近と報告したという。 対空戦闘は鹿山法術庁の判断によるものだったが、これを聞いた法囲番伊手が法術庁、水上艦艇ではないでしょうかと進言し、間もなく発砲する第68任務部隊の姿を認めて水上砲船に切り替えられた。紫は右砲船で応戦するも、被弾により肩らい番と電気系統を損傷して2番煙突からは火が吹くありさまであった。 一方的な被弾は続き、包位板は、崩れて一番砲塔も弾薬庫の誘爆により、大火災となって、メは機銃のみで応戦している状態だった。さらに、魚雷の雷石がメに向かっていったが、魚雷は、メの艦艇を通過して、コロンバンガラ島の方向に去っていった。二番煙突の火災による魚雷の誘爆を防ぐべく、魚雷の陶器が試みられるも成功ず、二番砲を、 人力捜査で第68任務部隊の方向に向けようとしたが、村雨は右側に大きく傾斜して沈没が避けられない状態となった。立花の指令は総委員退去を発令、乗組員は順次退官するよう促される。立花の指令、種ヶ島駆逐艦長も海中に飛び込み、村雨は左舷側を上にして海中に飛び込んだ乗組員からの、村雨万歳の声と共に陳した。 立花の指令の報告及び第四水雷戦隊の記録では、村雨は2325航行不能に陥り2330沈没せりとある。峰雲の状況はあまり定かではない。村雨が戦闘配置を例した頃には、合沈したの下水中と黒煙に包まれている状態であり、一番方の火災を確認した時には、 もうどこにも見当たらなかったいう状態であった。生還した峰雲の法術長徳治め広司隊の階装では、峰雲もまた村雨と同様に対空戦闘だと判断しており、砲戦の号令をかけるのが、やっとの状態で一方的に撃たれ、第68任務部隊の第1戦車から3分以内に沈み始めたとする。戦闘直後の法術長の報告によれば、2300、 五ろ、コロンバンガラ北東12手敵軽巡、駆逐関係7隻以上と遭遇交戦、約5分で大火災となり沈没したという、特能法実朝をはじめとする、ミネグモの生存の陸民は、海中から発砲する紫の姿を前方に見て、何とかやってくれるだろうと思っていた。立花の指令の報告及び第四水雷戦隊の記録は、 ミネグモ直後大火災2315沈没と伝えている。第68任務部隊は、村雨とミネグモを打ちのめし、その5分後には、陸上砲撃の態勢を整えてコロンバンガラ島と、レンドバジ前の艦砲射撃を開始する。海岸部の軍事施設と、兵舎、滑走路を目標に16分間に及ぶ、艦砲射撃を実施した。日本軍は、 12cm 砲と 8cm 砲で反撃した。第68任務部隊を確認することができず、逆にその一つが砲撃により破壊された。上空のブラックキャット機の弾着観測及び艦からの観測により、目標は徹底的に破壊されて資材が炎上した。日本側の記録では、戦士22名、重傷17名、軽傷21名を出し、 校射砲1、測定機1、銃機1が使用不能になった。砲撃を終えて、クラワンを出ようとするときに、再び砲撃を受けたが、損害は全くなかった。また、別のアメリカ駆逐艦3隻が、第68任務部隊に呼応して、ムンダの飛行場に対する艦砲射撃を行った。ニュージョージア島の日本軍守備隊は、敵巡洋艦に駆逐艦ごと交戦。 我が8センチメートル弊社砲の反撃により南方に配送せりと記録した。フェイイ曰くハドソン川を遡ってニューヨークの町とその船を砲撃してそして反転して海に向かうような作戦を終えた第68任務部隊は3月9日夕刻にエスピリトサントに帰討した。日本軍の基地航空部隊は退避中の第68任務部隊を発見したが 距離が遠くて攻撃できなかった。フェイイはまた、この回線について、次のようにも記している。メリル少将は、村雨と峰雲を、軽巡洋館であると判断しており、春税大将への緊急報告でも、軽巡二隻撃沈と記したが、その文言に続いて、今年は、獲物制限のようなカルベシ、陸上砲撃成功という文言が付されていた。軽巡二席撃沈と、 陸上砲撃成功はさておいて、真ん中の今年は獲物制限のようなカルベシについては、その意味は定かではない。3月5日23時20分ごろ、コロンバンガラ基地の日本兵は、沖合で夜間水上戦闘が行われ、駆逐艦一石が大火災となり、駆逐艦一石が大爆発するのを目撃した。連合軍艦隊の艦砲射撃を知った、外南洋部隊。 第八艦隊は、村雨と峰雲に対して、奇襲の実施を命じた。だが、現地守備隊より、敵巡洋艦に、駆逐艦後は、南方に、飛隊との報告があり、村雨と峰雲にショートランド白地機等を命じた。だが、すでに沈没していた2隻から応答はなく、第八艦隊は、ビスマルク諸島方面航空部隊所属の、水上偵察機による偵察を実施する。 3月6日未明、特設水上規模艦上川丸、川崎機船6853トンの水上偵察機が第68任務部隊の捜索のため、クラワン方面を飛行中、クラワンに直径300メートルほどの油門2つを確認し、午前には零式水上観測機2機が同じ地域を飛行して、 コロンバンガラ島南端の六十度七海里の地点から北の方向に幅約千メートル、長さ十海里にも及ぶ油体を発見した。その頃、生存のムラサメとミネグモの乗組員は泳いだり、浮遊物に捕まりながらコロンバンガラ島を目指した。赤い屋根の家にたどり着いた乗組員は、前日夜に物資等を揚陸した地点からやってき、大発に収容され、大発は、 コロンバンガラ島の北端まで捜索した。また、ムラサメのカッターが、ムラサメの生存者を上陸させた後会場に引き返し、峰雲の特納法術長らを収容して、コロンバンガラ島に上陸せた。3月6日の時点では、立花司令、種ヶ島区逐艦長など高級商工の安否が不明だったため、その時点では生存者の中で最先人だったムラサメの鹿山法術長が、 第八連合特別陸戦隊に天末を報告することに言っていたが、立花の司令と種ヶ島駆畜艦長は3月7日になって相次いで救助された。その一方で、コロンバンガラ島にたどり着いた者の,の中には、やけどに耐えかねて海水を飲んで絶命した負傷者もいた。最後の生存者は3月8日に収容された。村雨は立花司令。 種ヶ島駆逐艦長以下134名が救助されたが、3月12日までに2名が占病死し、3月12日の再確認では132名生存、戦死51名、行方不明52名と記録された。峰雲は特納法実長ら45名が救助されたのみで、駆逐艦長、上杉義雄仲裁か残りの乗組員210名は戦死した。 ちょうど第8艦隊は、第9駆逐隊司令、小西金目大佐に駆逐艦5隻、朝雲、司令駆逐艦、雪風、浦波、敷波、長月によるコロンバン柄輸送を命じており、生存者はコロンバン柄等輸送に来た駆逐艦のうち、第19駆逐隊、浦波、敷波に分譲し、警戒艦や水上偵察機の援護を得て3月9日未明に、 部員沖に到着した。立花の司令と種ヶ島駆逐艦長は摂風に移って先にラバウルに帰還し、残る生存者も午後には部員を立って三月十日朝にラバウルに到着した。ラバウルに帰還後、直ちに第八艦隊主催による研究会が開かれた。前述のように第八艦隊は敵の虚に乗じて敵艦隊を奇襲すべしと命じていたが、実際は 日本側が、虚に常時的中されていたのであった。研究会には、第八艦隊司令長官三河組一中将、同艦隊参謀、上重徳大佐、南東方面艦隊司令長官、草勝智一中将ら幕僚の面々が、列席していたが、会場内の雰囲気は、研究会を通り越して、左門会だった。立花の司令らが、戦闘経過を報告したが、艦隊幕僚らは、 第一次ソロモン海戦、ルンガ沖野戦などの勝ち戦を引き合いに出し、野戦には絶対負けない駆逐艦が得意とする野戦でやられるとは何事ぞと罵倒したり、レーダー射撃に理解を示そうとはしなかった。やがて、立花の指令は白ら湯型駆逐艦サミダレを新しい指令駆逐艦としてサミダレに移っていき、他のメと峰雲の生存者も順次ラバウルを後にして、 新任務に就いたり、日本本土へと帰還していった。ビラスタンモアヤ戦の後も、ムンダ及びコロンバンガラ島への東京急行が遅れることは当面なかった。開戦後に水上偵察機による哨戒が強化され、水上偵察機の援護と警戒下で実施された。少なくとも4月下旬に第十5区畜隊、親潮、黒潮、影楼が嫌いで全滅するまでの 東京急行は、おおむね成功していた。それでも、アメリカ軍が、ソロモン諸島を北上してくるのは、火を見るより明らかで、あり、現状では、戦線維持もおぼつかないと判断した、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、第三艦隊の航空兵力と既存の基地航空兵力を、集中的に投入して、アメリカ軍に打撃を与え続け、戦線維持を図ることを決心した。 以号作戦。また、ビラスタンもア戦に勝利し多少進歩したとはいえ、アメリカ艦隊が日本艦隊に特に野戦分野で対抗するにはもう少し努力が必要であると考えられた。また、レーダー射撃の重要性も再認識させられたが、装置はなお原始的だったとモリソンは言う。開戦後も、メリル少将とエーンスワース少将の任務部隊は、 コロンバンガラ島周辺海域で交代て戦闘を続けた。不思議なことにメリル少将が日本艦隊と再び戦うのは11月2日のブーゲンビル島沖海戦までなくコロンバンガラ島周辺海域で日本艦隊と戦ったのはエインスワース少将であ。しかしエーンスワース少将はクラワンヤ戦7月5日6日とコロンバンガラ島沖海戦 7月12日で日本艦隊に打撃を与えつつも自らも大きな損害を出し、戦方面で進歩の様子があまり見られなかった。野戦分野においてようやく日本海軍を上回る戦法が確立できたと判断されるには31ノットバークことアーレイバーク中佐の登場とバーク中佐の理論を実践したベラワン野戦8月6日での干渉撃を待たなければならなかった。 村雨と峰雲の一方的な喪失は次のような憶測を生み出した。当時、アメリカの潜水艦グランパスが2月11日にブリスベンを出撃して以降、両艦グレーバックと共にソロモン諸島方面で行動していたが、ついに紹介から帰らなかった。海戦のあった3月5日夜、グレーバックはベラワン近海でグランパスとオボ式潜水艦を発見する。 それから間もなくして、グレーバックにギゾ海峡の方向に高速で航行する二隻の駆逐艦を迎え撃てとの指令が入る。その三時間後、グレーバックはコロンバンガラ島の南端越しに八方園や先行を見る。その八方園や先行の正体はわからなかったが、グランパスに関わっているものだと判断して、ベラワンでの紹介を続た。やがて、グレーバックも、 3月6日夜に小区の移動を命じられて、ベラ湾を去った。2隻の駆逐艦をムラサメとミネグモ、八方円や先行野戦によるものとするならば、グレーバックは、ビラスタンボア野戦の一部始終をコロンバンガラ島越しに観察していたことになる。話はここから飛躍する。ようやくすれば、ムラサメとミネグモはグランパスに出くわして激沈したが、直後に、 第68任務部隊に攻撃されて沈没したという論法となった。グランパスの喪失認定に関する1943年3月29日付文書では3月5日から6日にかけての夜に2隻の日本の駆逐艦がブラケット水道でグランパスを撃沈し翌日大きな湯膜が確認されたとありまたフェイリーは日記の中で2隻の日本の軍艦が味方の 潜水艦を沈めて港に戻ってきたことをこの時僕たちは知らなかったと記しており、海戦直後からこの手の話が伝えられていたと考えられる。これに加え、クレーバックが爆雷攻撃のような音を聴取していないことから沈めたとすれば水上で浮上状態を砲撃されたという尾ひれまでついた。しかし、雨が3月5日16時に 部員沖を出撃して21時30分に、デビル島白地に到着し、揚陸作業を終えて22時30分に出港して、コロンバンガラ島東岸を北上23時過ぎに第68任務部隊の攻撃を受けて沈没するまで戦闘行為を行ったのは前日のように、第68任務部隊に対して反撃を行った時のみであった。 グランパスの喪失認定に関する文書での大きな油幕も、おそらくは、上川丸木などが3月6日未明から午前にかけて、確認した油門や油体を指す。このことから、第958海軍航空隊の2機の霊式、水上偵察機が2月19日15時40分に、グランパスの紹介海,海域であったの地点で、潜水艦を爆撃し、直撃弾一発を与えて、 沈没を報告していることを引き合い出して、この2月19日の攻撃こそが、グランパスの最後であるという説も提示されている。しかしながら、各種記述ともグランパスの喪失原因に結びつけて、断定できるほどの材料が揃っていないの事実であり、グランパスの喪失は現時点では、謎とせざるを得なかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。